ンビリリットです。皆さんは、リバイブ・フェニックス、使っていますでしょうか？これについている、リバイブ・アーマー。中には、もうちょっと吹っ飛んでほしいなぁ、という人も、いると思います。これ、ジニウスならできるんじゃね？で、自分はこう思ったんですよ。で、なんか適当にやってたら簡単にできちゃったので、その作り方をご紹介します。使うものはこれだけです。まず、ジニウスのネジを三角ドライバーの 2.0 で取ります。したらば、いらないゴッドチップに、ペンのバネを切ったやつを、つけます。次に、両面テープをジニウスの顔と、何々につけます。こんな感じで、適当でいいです。ネジをつけずに組み立てるだけです。試しに回してみましょう。辛いです。私と戦うつもりか。え？やめろ！死にたくない！死にたくない！死にたくない！静かに。全速前進だ！吹っ飛べ！まだ俺のバトルフェーズは終了して。さて、今回はどうでしたか？フットビジニウスの作り方のポイントとしては、バネを少しだけ引っ張って伸ばすことと、レイヤーを横から見たときに、バネがロックから5ミリくらい出るように切ることです。次回は、ハザードケルベウスを分解します。次回、ケルベウスシス。ケル、スタンバイ。それでは、さよなら。